ドラゴンクエストウォークガチャ引き続き100連やっていこうと思います。メリークリスマス。本日クリスマスイブでございます。私先ほど世界樹の天弁ガチャジェムを使って100連行きましたが、ピックアップ装備3つ出たんですが、ピックアップの武器は1つも出ずということで、引き続きピックアップの武器世界樹の天弁を目指してガチャ100連やっていこうと思います。はい、今回ですね、こちら世界樹の天弁、こちらを目指していきます。先ほど100連引いたんですけれど、はい、ピックアップ装備3つ出てですね、はい、ピックアップの防具に関してはコンプリート出ます、しました。あとは武器ですね、このピックアップの鞭、これだけです。はい、帽子と鎧上、鎧下は昨日今日で揃いました。というわけで、あとはこの鞭だけ。はい、3万ジェムを用意したので、あとはここ引いていこうと思います。というわけで、今回はですね、200連まで、110連から200連までで、まあ最悪ですね、途中まで出なくてもですね、最後で200連目で、この世界樹の天弁、もらうことができます。とりあえず、引けるまで、引こうと思いますが、まあとりあえずね、まあやっていきましょう。というわけで、はい、110連目ですね。演出がちょっとしょぼいかな。うん、ちょっとこれは期待できないかもしれませんね。虹色はないですね。はい、というわけで、最初はちょっと残念なスタートでございました。金色宝箱が3つでした。というわけで、20連いきましょう。ちょっとね、あまりいいスタートではありませんが、次に期待しましょう。お、流れ星が結構たくさん出て、まあ悪くはない方かな。うん。ああ、でも、虹色が出ないですね。はい。ちょっと、2連続で、外れです。はい。では、30連目。130連目ですね。130連目、行きましょう。ちょっと、あんまりね、サクサク行きすぎて、ちょっと怖いんですけど、流れ星は結構来てますね。お、来た！来い！あとは、4分の1の確率で出ますけど、虹色も3つ来ましたね。今回は期待していきますね。カットインが来た時点でもう4分の1でピックアップ武器いただきます。ああ、最初は OK のレンピア。まあ、あとね、虹色2つあります。このどちらかにピックアップの武器が、おし、来た！よし。ありがとうございます。というわけで、まあ、今回はですね、30連目かな。はい、結構ね、演出も良くて、虹色が3つ来たと。しかもカットインがあったので、まあ、その時点で4分の1の確率でゲットできるということは決まったんですけど、はい、今回ね、あと1個虹色ありますので、もう、その1個もね、来ることを期待して、ほい！あー、バトルシールドか。はい。ということで、まあ、今回ですね、30連目で、なんとか来ました。これまでね、最近のジェム使ってのですね、このガチャについてはですね、もう200連までいかないと、ゲットできないこと、ピックアップ武器ね、ゲットできないことが結構あったんですよね。フロストスティンガーとドラゴンの杖はね、そのパターンだったんですよね。まあ、今回は、もしかして、ちょっと覚悟してたんですけど、130連目で、なんとか、ゲットすることができましたということで、まあ、ひとまず今回はこれで終わろうと思います。はい。というわけで、ちょっと見ていきましょう。ありがとうございます。はい。なんか、いろいろとありますね。ホーリーリフレクション。聖なる光の壁を作り出し、ヒャドとイオ体制を上げ、自分が受けた呪文を一回だけ敵に跳ね返す。はい。氷結打ち。敵一体、威力 360% のヒャド属性対義ダメージ。まりに自分の守備力を上げる。あと、メインのね、攻撃がこれですね。導きの雷神。世界樹への怒りを命の力に変え、敵全体に威力 320% のデイン属性対義ダメージ。まりに感電を与えると
というものですね。あとはいきなりスキルとして戦闘開始時悪魔系のダメージが自動で上がる効果5ターンということで、まあこれはですね、超連戦組手、昨日から始まった超連戦組手ね、こちらに使えるんじゃないかな、有効な、ね、悪魔系モンスターばっかりね、出てきますので、ということで。はい、というわけで、とりあえずね、今回はこれで、ガチャの方は、まあ終わろうと思います。早速ですね、先ほど、手に入れた、このムチの方ですね、レベルアップしていきたいと思います。というわけで、武器境界士が結構ね、中武器境界士、大武器境界士がね、1000個超えております。というわけで、まあ、これをね、もうフルにも使っていきましょう。ドーンと。勢いよく行きましょう。残りはこれでいいかな。はい。というわけで、まあ、昔はね、この武器境界士が全然足りなくなった時代とかね、あったんですけど、今は結構余りまくりますね。はい。まあ、いや、とりあえず、はい、こんな感じで。はい、というわけでスキップしましょう。はい、というわけでまあレベル50まで上げました。というわけでまあ今日はですね、一つ前の動画でまあ100連までね引いたんですけど、その時に、こちらですね、世界樹の天、ちょっと天位っていうのかな、上、鎧の上のやつですね、こちらもはいパワーアップさせて、レベルアップさせていきましょう。はい、まあ、このね、防具の境界士も、はい、1000個以上、1000個というかね、マックス、膨れ上がってますね。はい。あとは、鎧の下がですね、2個手に入ったんですよね。はい。まあ、とりあえず今回は、はい、鎧の下、先ほどの100連で、鎧の下が2つ来ました。こいつも、はい、最大レベルまで上げていきましょう。はい。こいつもですね、はい。はい、というわけで、今回はですね、はい、防具境界士を使って、鎧の下の方もね、レベルマックスまで上げていきましたというわけで、一応今回、はい、世界樹の天弁ガチャ、ジェム130連で、まあ、なんとかコンプリートすることができました。そうですね、頭が2つと、鎧の下が2つ、あとは鎧の上が1つで、まあ、ムチ、ピックアップ武器が1つということで、まあ、コンプリートをね、することができました。というわけで、まあ、うん、もうちょっとね、早く出ても良かったかなと思うんですけれど、まあ、でも、とにかくね、出ただけ良かったかなと思います。というわけで、まあ、皆さんにも、こういう幸運が、伝わることを願っております。メリークリスマス。というわけで、もしよろしければ、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。メリークリスマス。